やってきました、バンコク。やってきました、こんばんは、うん、でここはあの駅がですね、はい、サパンクワイ駅、で駅から大体歩いて10分ぐらいの、はい、多分ねこう詳しく説明しても難しいねもうそうですね、うん、ちょっと路地入ったところなんですけど、路地入ってね、まああの本当に来るのは難しい場所、うん、まあここをねあのインターネットで探し当ててください、はい、まあ、その前にあのどんなお店なんですか。ここはね、はい、ハンバーガーが食べられるお店が2階に今日オープンしたんですよ、はい、なんか今日らしいですね、本当に今日オープンしました、リアルタイムで。で1階はカオマンガイとか、はい、まあ、普通のタイ料理系が食べられるらしいです。いいですね、この2階のこの、はい、ね、であとエンディエン、なんとちょっと 話聞きましたけど、はい、3階とか4階は何かあるらしくて、そう3階4階がホテルなんですよ。そうですね、うん、どう、バッキー泊まってみたい。いや泊まってみたいですね、本当に。なんかね、うん、ぜひ泊まってくださいって今日どこ泊まってんのって聞かれたの、はい、ええ、なかったら泊まっていいよって。あ、そうなんですか、うん、でもオーナー、ここの方がいたんですよね。そう、はい、ウィットさんっていうオーナーさんがいて、まあ、友達なんですけど、だからインド友達らしいですね。そう、はい、いや僕の友達はワッキーの友達ですありがとうございます、ね、どういうふりですかこれ、うん、どうなの、どうなの、いいのね、今日、うん、今日オープンだって、夕方オープン、ハンバーガー一回はレストランやってるんですよね。いや、一回のレストランもう全部、全部今日からオープン、すごいタイミングじゃないですか。ねえ、すごいね。那古は没？那古は。卵入りました。卵入りましたね。うん、おお、美味しそう。今夜は、サパンクワイ駅のコーヒーモデルで美味しいお肉、ハンバーガーをご馳走になりました。美味しかった。また来ます。ありがとうございます。サディカー。またねー。